こんにちは、かわぽんです。今日は法政大学の文系の学部の英語の難易度の比較をします。入試日程の赤い枠のところの比較になります。日程ごとに英語の問題は基本的に同じですが、7日のグローバル教養学部だけは別の問題になります。今回の増加には間に合いませんでした。ごめんなさい。また7日の日程はグローバル教養学部を除けば同じ問題になり、大問が4つありますが、文学部のみ解く問題が1問少なく3問になります。今回の比較動画は経営学部と人間環境学部に合わせて4問を解いた場合の考察になります。では参りましょう。まずは難易度の考察をしましょう。カワポン個人の感覚になりますので、くれぐれも軽い参考程度にしてください。また2021年度の過去問限定の話になります。それぞれの英語の問題をすべて解いて、問題のレベルを3つに振り分けたものが画面のパーセントになります。このパーセントをもとに最低取っておきたい目標ラインを算出しました。おおむね同一入試2月の8日と16日の日程の難易度がやや高めになりました。9日と12日が同じ 75% となっていますが、これらは多摩キャンパスになり、他の市ヶ谷キャンパスと比較すれば人気は少し落ちます。全体的な問題の特徴としては、ほとんどが長文通信の内容になりますが、同一入試と9日と12日の多摩キャンパスの入試では文法の独立問題が出題されるのが特徴となっています。次に速読レベルを比較してみましょう。こちらが速読レベルの比較です。長文の相互数を独自に算出した目標時間で割った1分あたりの処理個数で比較しております。個数は大まかなカウントになりますので、少しずれている可能性はあります。またこれは問題を解く時間を含めた個数になります。個人的にはこの個数が30号を超えたあたりからきつくなります。30号を超えたのは2月7日の日程のみとなります。その他は全て25台になりますので、時間がそこまできついところはありません。次にハイレベル英単語の数を見てみましょう。こちらが2021年度に出題されたハイレベル英単語の数になります。ターゲットやシステム英単語になっていないものを中心に洗い出しています。法政大学はおおむねハイレベル英単語はかなり少なめになります。2月16日の日程のみ13個と多めでした。なおハイレベル英単語に関してはいろいろとまとめてメルカリで販売しています。おかげさまでかなりお買い上げいただきました。コメントにリンクを貼っていますので、ご興味があればぜひ見てくださいね。こちらがまとめです。日程によりあまり極端な差はありません。あえて言えば難易度が高かったのが同一入試2月8日と2月16日といったところでしょうか。16日はハイレベル英単語も多かったです。7日に関しては難易度はやや低めですが、速読レベルが比較的高めでした。2月9日と12日の多摩キャンパスは2021年度に関しては難易度は市ヶ谷キャンパスと比較すればやや低めだったのではないでしょうか。細かい分析動画も作成していますので、ぜひ見てください。再生リストの案内を最後に出しておきますね。今日は以上になります。ありがとうございました。